阪神、及川雅隆を指導する藤川球児新監督イコール甲子園球場、撮影、沢野貴信阪神が27日、甲子園で全体練習。藤川球児新監督44は、及川雅隆投手23を指導し、新任の小屋の栄一打撃チーフコーチ44が合流。和田豊1.2軍打撃巡回コーディネーター62が25日に続いて中野拓夢内野手28にアドバイスを送った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。小屋のコーチが合流した選手が近くに来て話をしていて、また新しい目で見てもらえるという選手の景色が僕としてはすごく大事かなと思いますね。やっぱり強いチームではあるんですけど、いつも新しいもの、現状維持ではなく、前向きに進んで変えていくというのをみんなから感じられるというのは、すごく大事だと思う。また、次を見据えられているのが日々見えて、いい秋になりそうだなと思っていました球団から、タイガースを見た視点は生きる、もちろんそうだと思います。彼は楽天にもいましたし、いろいろな選手を見てきて、アプローチの仕方もたくさんあると思うので、選手にとって良いものを見つけられるのが大事なので、及川を指導した基礎的なことですね。少しでも気づきが出ればいいなと本人は、横の動きが強いと、対左、打者に対してはメリットになると思うけど、長くやっていくためにはデメリットになると思う。やっぱり基本となるバッターに対して勝負していくという部分ではオーソドックスなものがまずあって、左に投げていくとキャッチボールから意識してプロで生き抜く本物の強さというのを見つける機会をちゃんと取らないと選手寿命は短くなってしまう。僕もその部分は同じように経験しているんで、なんとか伝えられたらなと今季は先発でも中継ぎでも起用されたが、先発で考えているのか、どっちもないような状態になりつつある。器用でありすぎてしまうことは、僕は後々すごく辛い結果になると思うので、求めないですけどね。現時点で選手のコンバートは考えているか、小屋のコーチが合流して、各担当のコーチたちと今から話し合いになって、また議題に上がってくれば、というところになりますね。佐藤明の打撃は、ファンの方にとっても、子供たちにとっても憧れるような選手で、打撃練習一つとってみても抜けているものがあるので、たくさんの方から刺激をもらうことも多いと思うんですけど、必然的に彼にかかってくるものは大きくなるわけで、背負ってる責任が大きい。周期練習初日のミーティングでは背中を見せろ、と伝えた姿に勢いと書いて、姿勢なんでね。見る人が見て勢いあるな、前向きだなっていうのが姿に勢いっていう。今も見せてくれている。行儀よくなんて全く思わないですね。伝わってくるものは僕に伝える必要はないと思いますね。裏側ではいくらゆっくりしてくれていいので、ガッと前に出た時にスイッチが入るような選手を。日本シリーズもそうだし、MLB のプレーオフ。ワールドシリーズもそうですけど、表に出た瞬間をみんなから問われる姿勢欲を体現できれば戦う集団に。短期決戦でも活躍できる、キャリアを通して力強く、トップアスリートとして生きていけると思いますね。そうしていくと、一つずつ丁寧になっていくんですよね。することが増えていって、やらなければいけない準備が増えていく、プロ野球日程へ。